皆さんこんにちは、リーシックです。今回も DTM ニュースをご紹介していきたいと思います。では早速いきたいと思います。ルイットのコネクト2が半期決算セール中、マイクの設定を自動でしてくれるオーディオインターフェースのコネクト2が半期決算セール中です。自宅で録音をするときにまず引っかかるのがマイクの設定だったりしますが、このコネクト2はそんな設定を自動的に調整してくれるオーディオインターフェースです。コンプをかけてノイズを抑制して最終的に音割れしないようにしてくれますので、録音はもちろん配信の際にも頼りになる機器です。発売して数ヶ月しか経っていないのに今回セール対象となっており、通常価格より5000円ほど安くなっています。期間は8月31日までとなっています。アイゾトープがプラグインブティックにて限定セール中。自動音質調整ソフトといえばの代名詞アイゾトープがプラグインブティック限定でセールを開催しています。絶対に見ていただきたい製品がニュートロン4エレメンツです。なんと無料で手に入れることができますので、これは絶対にもらった方が良いかと思います。あと個人的におすすめなのが、ボコーダーやリバーブ、スタッターエフェクターがセットになったクリエイティブ FX バンドルです。音を加工するエフェクターが欲しい方はいかがでしょうか。通常8万円するのが1万円以下でお買い求めいただけます。期間は9月1日までとなっています。エキサイトオーディオブルームボーカルセール延長。現代的なボーカルのフレーズが収録されているエキサイトオーディオのブルームボーカルが9月1日までセールが延長されています。使い方も簡単で、楽曲に何か声ネタが欲しい時に気軽に試せますのでおすすめです。通常でも1万円以下の製品ですが、現在は6000円台でお買い求めいただけます。楽曲に声ネタを載せるのはもう定番となっている手法の一つですので、この機会にいかがでしょうか。ルナシーがサマーセール中。グラニュラー系のエフェクターや独自の音源を販売しているルナシーがサマーセールを開催中です。個人的におすすめなのは音源のキューブと、最近じわじわと人気なジャンルのボタニカの拡張音源です。キラキラとしたフレーズが欲しいという方に特におすすめです。音源の方は 44% オフですが、1万6000円台とちょっとお高めです。ですが手に入れられる音が現代的な楽曲制作で即戦力となるため、洋楽的なニュアンスなどを取り入れたい方に特におすすめです。期限は8月25日までとなっています。プラグインブティックの DC スネアズとビッグキックが限定セール中。キックの音を作れるビッグキックと、最大4つまでの音を重ねることができる DC スネアズがセットで安くなっています。特に DC スネアズは名前からはスネアだけの音源と思われそうですが、内蔵されている音にハイハットがあったり、自分の持っているサンプル音を使ったりすることもできるため、名前以上に作れる音の幅が広いです。さらに豊富なエフェクターを搭載して音の連打などもできますので、個人的にかなり好きな音源です。そんな2つの音源が約半額でお買い求めいただけるようになっています。期間は9月1日までとなっています。次からは新製品情報です。英国のシンセサイザーブランドが国内販売開始。英国のシンセサイザーブランドの PWM が日本で8月16日から販売を開始しました。販売開始されたのはハイブリッドアナログシンセサイザーのマンティスと、モジュラータイプのシンセサイザーのマレボレントの2製品です。本体にグリーンカラーが施されており、全体的に落ち着くデザインとなっています。マンティスは21万8000円で、マレボレントは8万9800円で販売されています。
テキベーションから AI インパクター発売。最近は AI を搭載したプラグインを展開しているテキベーションが AI インパクターを販売開始しました。これは音にアタック感とパンチ感を与えてくれるプラグインとなっています。 AI 搭載で音を解析してくれますので、楽器を選ばずに使えるのが特徴です。個人的にはシンセやキック、スネアやボーカルで試してみたいプラグインです。現在イントロセールとして8月31日まで半額でお買い求めいただけるようになっています。テキベーションのプラグインは総じてクオリティが高いので、気になったらデモを試してみてお買い求めいただいても良いかと思います。IK マルチメディアの iLoud プレジションシリーズがプロモーション開催中。 iLoud というコンパクトな機体なのに本格的な音を出してくれるスピーカーを販売している IK マルチメディアですが、プロ仕様のプレジションシリーズが数量限定で特別価格のプロモーションを開催しています。3タイプある製品とも数万円ほど安くなっています。この iLoud はマイクロモニターシリーズ以外は ARC キャリブレーションという機能を内蔵しており、設定された部屋で最適になってくれるように調整できる機能もあるため、設置しやすい機材となっています。決して安いお買い物ではありませんが、おすすめです。次からは無料製品の情報です。ユニバーサルオーディオのセンチュリーチューブチャンネルストリップが無料配布。本格的なオーディオエフェクターを販売しているユニバーサルオーディオのセンチュリーチューブチャンネルストリップが期間限定で無料配布されています。これはプリアンプ、イコライザー、コンプレッサーが一つになったプラグインとなっており、温かみのある音にすることができます。ボーカル、ギター、シンセと豊富なプリセットも用意されており、ここから選んでから微調整することもできます。通常ですと3万円近いプラグインですが、9月15日まで期間限定で無料配布されています。リギットオーディオのシンフェルノが無料配布中。シネマティックのループ音を収録したコンタクト用の音源が無料で配布されています。300種類のキットが内蔵されており、4つの音を再生することで映画のような音が奏でられる音源となっています。こういうシネマティックな音は曲中で飛び道具的に使ったりすると映えたりしますので、いざという時に使えるような音源となっています。というわけでいかがでしたでしょうか。今回は割と少なめな情報となりました。個人的に気になるのはテキベーションの AI インパクターが気になりました。この B 宿チャンネルではこれからも皆さんためになるような DTM に関する動画を投稿していければと思っておりますので、いいねやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回、ありがとうございました。